ははいこんにちは七尾です今回はたまに寄せられる質問の、えー、フィナステリドの初期脱毛についいてて、えー、話してみようと思います、えー、今まで私はね初期脱毛とはミノキシジル特有の症状でフィナステリドでは起こらないという、えー、見解でした、まあ、これはね医学的見解と私や私の薄毛仲間たちからの、まあ、経験からそう考えてきたものですですがたまにね フィナステリドでの初期脱毛について質問されることと、ま、フィナステリドの普及から、まあ、相当期間が経過したこと全世界でエビデンスも集まっているであろうから、まあ、改めてね、まあ、ちょっと調べてみることにしたんですなお当チャンネルではね、えー、難しい専門用語は使わずに分かりやすい用語を使って、えー、解説しようと思いますまずミノキシジルの初期脱毛ですが まあこの症状についてはね医学的に解明されておりまずミノキシジルが体内に入ってねミノキシジルと硫化酵素っていうのを体内にあるんですけどもこの硫化酵素が結びついて硫化ミノキシジルという物質になります。この硫化ミノキシジルが、まあ、難しい名前の細胞成長因子が、まあ、いくつかあるんですけどねその中のプラスに働く成長因子と 毛母細胞の働きを活性化させることで、えー、発毛促進につながることで初期脱毛という現象が、まあ、起こるとされています次にフィナステリドについてですが AGA 薄毛の原因である、えー、男性ホルモンの一種と体内のね還元酵素が結びついて悪玉男性ホルモンになりこの悪玉男性ホルモンが 毛髪の成長を悪くしてしまうことで、まあ、薄毛になるというのが、まあ、これが aga の原因とされています。フィナステリドの役割は、この還元酵素の働きを阻害することでね。悪玉男性ホルモンを増やさないようにするっていうことですね。そして、毛髪の成長を悪くならないようにするというのが、まえ、あ、このフィナステリドの役割です。ですのでね、ねえー、先の説明からわかるようにミノキシジルは発毛させる。 フィナステリドは脱毛させないということからね、ミノキシジルには初期脱毛という症状が現れてフィナステリドにはその症状は現れないと、まあ、されてきたんですですがねその最初に言ったようにまれにフィナステリドデュタステリドでも初期脱毛があったっていう、まあ、意見がね、まあ、聞かれることから、まあ、海外ですがある大学の研究機関が改めて臨床研究を行ったところ、まあ、こういう論文が発表されました。 成長因子にはプラスに働くものとマイナスに働くものがありこのマイナスに働く成長因子の一つが毛母細胞を活性化させることと毛母細胞を死滅へと促す相反作用があるこのマイナスの成長因子が一定量生産された場合毛母細胞は活性化されこのマイナスの成長因子が多量に生産された場合には 毛母細胞は死滅へとと促されるということです、まあ、ここでね大事なのはこのマイナスの成長因子が一定量または低濃度の場合毛母細胞を活性化させ毛髪を成長させることがあると、まあ、こういうことなんですね。まあ、これらはあくまでも、まあ、まだまだ研究段階で発表された論文ですので、まあ、医学的科学的に、まあ、確定というわけではないんですけども。 フィナステリドにも初期脱毛はあるというね。助けには十分なり得るかもしれない論文なんです。私もね、今までフィナステリドの初期脱毛には否定的な意見を持ってきたんですけどもまあ、これからはね。まあ、柔軟な意見に変えようと思います。まあ、なお、今回紹介した論文についてはねアメリカカリフォルニア大学2022年発表の論文から引用させていただきました。 はい、それでは、ね、今回もご視聴ありがとうございました。